現像。動かないで。天井の後ろに怪しい影がいる。そうですよ。それなのにあの人、私のことが見えるんです。今私のことがはっきり見えるのは天蔵様だけになるようにしてるのでおかしいと思いました。した方多いですよ。どうしたの？何を一人でブツブツと。あ、それにおかしいわ。いつもよりこう。だって幼馴染だから天蔵のことは分かっちゃうよ。だけどなんだろう、なんだか天蔵に悪いもののような気がする。うぐ、胸がズキズキ痛いです。当たってるって。違う、そんな感じじゃない。どちらかというと。ハグー、バタコ激しく傷つきました。とにかくじっとしてて天蔵、それ払ってあげる。大丈夫、痛くしないから。でもそれじゃあ私天蔵のために何もできないよ。え、私に？何？どうして見習いってわざわざつけるのですか？まあ中には聞かない人もいますよ。なんせ日本の人口は1億2700万人もいて半分以上は女性ですから。あの天蔵どうしたの？いきなりタクトでも持ってるみたいに。けど、わかった。ふふ、安心してください。こう見えても私は天使ですから。押してもダメなら引いてみな、ホトトギス。モテモテオーラが効かないなら、効く状況にすればいいのです。いきますよ。ドキドキフィールド展開。え、何？な、何？ここ。
ガーディアンです。天蔵、どうしたの？私には言えないようなことなの？天蔵、今日は本当どこかおかしい。ガーディアンとは、その人の心が作った守護するようなものと思ってください。おそらく天蔵様のモテオーラより要さんの霊力が上回っているのだと思います。その霊力がガーディアンとなって要さんの周囲にいるのかと。要さんの霊力を上回るためには、ただ天蔵様に群がってくる女の子たちをたくさん昇天させ、男を抱かれてください。そしてモテオーラを要さんの霊力より強大なものにすればいいのです。というわけで、要さんを彼女にするために天蔵様は精進あるのみです。そうですね、はい、その通りです。頑張りましょう。相性が悪いようですね。頑張ってください。